皆さんこんにちは、ケンマミです。最近ですね、私のインスタグラムのダイレクトメッセージでロードバイクが盗難に遭いました、拡散してくださいっていうお願いが立て続けにありました。で、その時のまず状況をお話しすると、鍵をかけてたらしいんですけど、それでも持ってかれると、目を離した隙に持ってかれたっていうことでした。基本盗む人が 100% 悪い。で、僕らはそれを対策せなあかんということで、今日は鍵のお話をしたいと思ってます。で、私たち今までこういうね、ワイヤーロックタイプっていうのを使ってたんですよ。これだと持ち運び、軽いんで持ち運びも便利だし、結構長さもあるんでまとめてできるし、っていうのはあったんですけど、聞いてるとワイヤーロックって結構簡単に切れて持ってかれるっていうのをいろいろ調べて分かりました、ただ私たちは今までですね、ライドに出て、どっかで休憩するってなっても、基本コンビニとかで軽くご飯食べたりとか、仮にそのカフェとか行くにしても、ロードバイクが絶対に見えるとこ、監視できる置けるとこしか行かないです。あとはトイレ休憩とかだと、お互い交代で一人がロードバイクを見張る、もう一人がトイレに行くっていうようなライドをしてます。で、とはいえ、盗難って結構なんか家とかでも、家に置いといても多いらしいんだわ。で、家でも最近鍵しててもこういうワイヤーロックとか不安なので、新しく買った鍵をご紹介したいと思います。で、今日紹介するのはまずこれです。これはアブスの、ドイツメーカーのアブスですね、有名ですよね、ボルドライト6055っていう鉄の鍵になります。こういうふうに広げれて、鍵式なんだけど、こういうふうに、で、今これライトっていうぐらいなんで結構短いんですよ。ここは長さはじゃあ違うってこと、短いけど、ここにフレームと、あと建屋のなんかその動かないもの、もう施設の中、例えばパイプ管とか、ね、そういうとこにロックする、こういうのを買いました。で、一応アブスの中で言うと、これはレベル7って言ってここに書いてあるんですけど、これのレベルが15がマックスで、15になるともう 1.5 キロから2キロぐらいの鍵、めちゃくちゃぶっといんだわ。でもそれは要は 長時間止めとく人用なんですよ、このレベルの15っていうのは。で、中間の7っていうのは、ちょっと重いんだけどもかなり頑丈、みたいな、そっては持っていかれないようなやつを今回買いました。きっかけは、持てなくはない。そうで、ワイヤーロックにするとすっごい重いっす。それはそうやけど、もっとがっしりしてるかと思ったら、やっぱそのちょっと軽くなると価格も上がっちゃうんだけど、だけどその立て続けに今、私のところにね、 DM で盗まれました、拡散してくださいっていうのを受けちゃうと、もうワイヤーロックは、ライド中目を離さないとはいえ、ちょっと僕やめようかと思ってまして、今回これを買いました。この製品の紹介を簡単にすると、結構これコンパクトにこういう風にね、折りたためるからサイクルジャージの後ろにも入れれるし、ちょっと正直鍵だけど高いなと思ったんですよ。思ったけどロードバイクの方が高いし、高いから、思い切って買ったっていうものですね。でワイヤーロックでもいいと思うんですけど、そういった話があって鍵を導入しました。他にもこういう U字のね、鍵とかも購入して、これはあれです、家とかでつなげとくように買いました。どちらかというと家用ですね。こ
持っていく方じゃなくてね、うん、持っていく方じゃなくてこっちの方が重い。あ、重たいんや。あー確かに重たいな。そう、ここでちょっと気になったのはこれ、うん、なんかアブスはそのレベルによるんですけど、ここ盗難見舞金10万円対象モデル、うん、っていうぐらいどうもね、自信のあるね、ロックに自信のあるメーカー、うんうん、そういうことねってことですね。あ、そうそう、まあ、盗まれ、盗難の心配がないよっていう、で鍵のかけ方とかは、まあ、他の YouTuber さんがやってるから、うん、僕らでは出さないんだけど、うんうん、まあ、そういう風にちょっと油断してるとロードバイクとかスポーツバイクはすぐに持ってかれますよ、気をつけてくださいっていう注意喚起を、注意喚起動画です今回は、まあ、ワイヤーロックが悪いと言ってるわけではないんですよ、うん、ただそういった事例があったので、もう完全に最初から狙ってる、工具持って狙ってる系の、ね、悪いやつがいるんで、これで今後やっていこうかなと。まだ買うつもりでいるんで、僕視聴者さんの中で他にもこういった鍵おすすめですよっていうのがあればぜひ教えてください。アブスぐらいしか知見がなかったんで今回アブスにしました。はい、今日はそういった鍵についての雑談でした。ご視聴ありがとうございました。